らは気づかない。眠い。近づきすぎたら一巻の終わりだ。もう知ってると思うけどな。ああ、そりゃもう。ありがとう。申し訳ない。落ちてると思ったけど、HP ゲージか。黄色いゲージはあれ、全部 HP ゲージじゃない。出るか。出るか、特殊なカード。ゲージ的なね。なるほど。何なんだ。化学物質だ。これひどいな。ウイルスが手に負えなくなると GRE は街中にそいつをばらまいた。効き目はあったみたいだな。ああ。ところで、さっき言ってた男、名前はワルツだったか？ああ。なんでまた急に？思い出したんだ。何かの実験をしてた。そんなのそいつだけじゃない。ビレド以外にもあったしな。壁で隔離された街ってのは、猫も杓子もワクチンを作ろうとしてた。けどまあ、世界はクソ野郎で溢れてる。よし。ベンターで行く必要があったんだ。お前うるさいよ音が。気をつけろ。ぐらついてる。さあ。登れるか？
すぐ行く。急げよ、あんまり時間がない。なんでケーブルとか伝っていかんかったのか。登れない。体力落ちてるから。待て、考えがある。お前に打ったカクテルあったろ、女友達のとこでさ。インヒビターか。そうだ、落ちたのは1階だ。そこに GRE の保管庫がある。白と緑のボックスを探せ。インヒビターが入ってるはずだ。もう一度撃てば体力も戻るだろう。なるほど。なんとか避けて進めて。タイラント的な。超怖いよ。この音じゃ起きないんじゃないですか。そう思ったけど。この前ちょうどニアオートマタというゲームをやっていたんですけど、そこでちゃんと育ててやらねばだと、まあ、機械の赤ちゃんをこう育てるっていう状況なんですけど、
回はちゃんと育ててやらねばなって言ってたんですけど、すごいちょっと似てて思い出してしまいました。とりあえずじゃあインヒビーターで開けますよ。バイオハザードって書いてある。バイオハザードの映画もね、見ましたか皆さん。新しいやつ1と2をも一気に合体させて、かつリメイクですね。まあ1もリメイクした、リサトレバーが出てきたので1もリメイクされていて、まあ2もね、あの警察署とか、あとはトラックの運転手のハンバーガーおじさんとかもね出てきたので、まあリメイク版がモデルになっている感じでしたね。まあただあんま町というか、なんかほんと貧相な村みたいな感じでしたね。かなりちょっと詰め込んでバタバタしちゃったな。まあぜひでもホラー映画としてなんか驚きポイント、ジャンプスケアと言われるですね、あの手法はすごい取られているので、まあ見に行ってもいいのかなと思います。リッカーの使われ方だけがちょっとね惜しかったんだよな。一匹出てきて、まあ言わないでおきましょう。まだ見る人もいるかもしれないんでね。インヒビターの体力の最大値上げる唯一の方法、つまり命の木の実ってことね。力の種とタウリンと、インヒビターを撃った。よし、エレベーターに戻れ。ねえ、この不協和音みたいな音楽不気味じゃない。ビレドーの市民権を授ける。くそ、なんだ。点火しちまう。早く光に当たれ。やばいやばい。やばいやばい。あーあと1秒。あーセーフ。こらな、バカみたいに速いだろ。全然。あれ
早っ。方向も早いね。危なかった。俺が必要だろ、流浪人。好きで流浪人になったんじゃない、ことのついでになっただけだ。旅をしてるのには別の理由がある。妹を探してる。その後は？その後？妹を見つけた後だよ。確かに。まだわからない。なんだそれ。妹を見つけてから考えるよ。見つけてからね。ま、俺の計画は具体的だ。あんたはそういう感じだな。海のそばに住みたい。ここより気楽に暮らせる。サーフィンに憧れててな。大昔の絵はがきか何かか。ったく、人の夢を笑うなって。とにかくこの町を出たいってこった。このままじゃ内側から腐ってく。一緒にどうだ。こっから海はかなり遠い。二人とも感染してるし、流浪人とお隣さんなん。他のやつがなんだ、俺が何とかしてやる。その代わり旅を手伝え。お前は道にも外の世界にも詳しい。どうよ、互いにケツを持ち合うんだ。悪くないだろう。確かに。いいと思う。ああ、そうしよう。いいぞ、決まりだな。後悔はさせん、約束する。で、差し当たりこの辺の状況はこうだ。指揮官が殺され、 PK はセンターへの道を封鎖した。殺人犯を逃がさないようにな。フィッシュアイへ行くには裏をかかんと。夜、見張りが交代するタイミング、その時がチャンスだ。やっぱ夜なんだね。突破に必要なものを取ってくる。念には念をだ。その間はいろいろ見て回れ。息抜きも大事だ。うん、来いよ、ちょっくら見せてやる。いつでも先輩風吹かせる。あ、いない。ほら、こいつがいるだろ。見渡してみろ、オールドビレド。覚えとくといい場所がいっぱいある。教会が見えるな。あそこでハウラーに追われた。この区域の中心部だ。なんか反応してる。いい反応するわ。でもごめん、教会、これのことか、これのことか書いて。なるほど。町には行方不明者の掲示板がある。教会の近くにも一つ。妹のことが何かわかるかもしれないぞ。空振りでも楽しめばいい。世界は終わっちまったんだ。これ以上悪くはならんさ。準備ができたら連絡する。ありがとう。
きくは2つのエリアなんだな、これ。この世界は。やっぱり、前もそうだったけど。いいけど、ようこそ。一旦ここで始まり、最初のチュートリアル的なストーリーまでが終わったっていう感じがしますね。はい、じゃあここまでで、オープニングから、チュートリアル的な一通り一本道のストーリーを進めるというところまで完了しました。また適宜ストーリーをアップしていきたいと思いますので、お時間あればお立ち寄りください。皆さん、ありがとうございました。